トルコの国には何百ものカエルがいる。こちらは一人だけの物語です。尻尾はどこですか、カエルちゃん。カエルちゃん、カエルちゃん、耳はどこだ。耳がない、耳がない、運河で泳ぐ。クワクワクワク、クワクワクワク、と泳ぎ回った。けど今もともとの住まいがないんだ。はあ、もうなんで俺は生かしておかないんだ。そして何も悪いことをしてないのに、死にたくないよこの場所で。カエルちゃん、カエルちゃん、尻尾はどこだ。尻尾がない、尻尾がない、運河で泳ぐ。クワクワクワク、クワクワクワク、と泳ぎ回った。不老少、特殊中毒って信じまえ。猿だとウズンゴールや、そしてイスタンブール。自然環境が破壊されるでしょう。カエルちゃん、カエルちゃん、泳ぎませんか。結局で全ては外交のせいな。胃の中に飼わず、大会を知らず、このカエルちゃんはもう帰らないっす。カエルちゃん、カエルちゃん、泳ぎませんか。結局で全ては外交のせいな。胃の中に飼わず、大会を知らず、このカエルちゃんはもう帰らないっす。あのさ、政府関係者さん。あれじゃないなら、カエルちゃんに来やよ、まったく。